平野紫耀無双ダンスでファンを魅了。神宮寺ゆうタのコメントも話題に。今回は、元、キング、リンチェプリンス、メンバーであり多くのファンから絶大な支持を受けている平野紫耀さんの最新の動きについてお伝えします。マップス。彼のダンス動画が、ファンの心を掴んで話さないと話題となっています。平野紫耀久しぶりの無双ダンス。 2023年8月27日、平野紫陽さんは自身の公式インスタグラムアカウントを通じて長らく待ち望まれていたダンス動画を公開しました。この動画は彼がキング・リンチェを脱退してから初めてのダンス披露ということでファンからの期待は高まっていました動画は広々としたスタジオで平野紫陽さんが一人で踊る姿を捉えています。 彼はオーバーサイズのスウェットにキャップをこむり、ラフな服装で登場しましたが、そのダンスはまさにキレキレと形容すべきものでした。ファンからの感激の声。このダンス動画が公開されると、ファンからは感激の声が相次ぎました。長らくダンスを披露していなかった平野志耀さんのダンスに対する期待と興奮がコメント欄に現れました。 ファンからのコメントには、久しぶりにくんの無双ダンス見られて幸せ、別次元、ダンスの申し子、やだもう涙が出る、何度も見に来てしまう中毒性、好きすぎて震える、呼吸忘れた、すごといった熱い言葉が並びました。平野耀さんのダンスが、ファンの心に深い感動と感激を与えたことは間違いありません。人牛自由たからのコメントも注目。 さらに、このダンス動画には元、キング、リンチェプリンス、ジングージ・ユータさんからのコメントも寄せられましたた。ジングージさんは、俺撮るの上手じゃないとコメントし、その後この動画の撮影者が自身であったことを明かしました。このコメントに対しても、ファンからは、シンくんありがとう、さすが神くんだよ上手なカメラマン、神くんが、撮ってる。 その空間が幸せすぎる、最後のお顔はジンくんだからこそ取れた宝物、といった喜びの声が多数寄せられました。神宮寺ゆうタさんのコメントがファンたちにとって嬉しいサプライズとなりました。まとめ。平野志耀さんのダンス動画はファンにとって待望の瞬間となり、そのダンスのクオリティに感動の声が殺到しました。 さらに、神宮寺ゆ太さんのコメントがファンを喜ばせ、彼らにとって特別な瞬間となりました。平野耀さんは、そのダンスの才能だけでなく、ファンへの思いやりも忘れず、彼のエンターテインメント界での存在感はますます際立っています。今後も、彼の活動から目が離せませんね。ファンの皆さん、これからも平野耀さんを応援しましょう。 それでは次回のエンターテインメントニュースでお会いしましょう。素敵な1日をお過ごしください。